はい、なんか免許証とかなんてダメらしい。免許証と保険証とマイナンバーなんか全部車の中置いちゃってる。ダメなんだ。うん。だって物がなくても平気だ。うん。めんどくさいね。しょうがないね。それで一回なんかトラックやったんでしょ、間違いなく。はい。なりすましたみたいな。うん。でも俺なんかそんなこと聞かずにできた気がするけど。いやでも一回も自分が見てくれたって言われた。あ、ほんと。全部置いてきちゃって。はい、どこ行くの？真っ直ぐ行かんじゃない。いや、もう帰る。え、帰るの？あ、はい、まだ帰んない。どこ行くの？どこでもいいよ。バッテリーがもうねえんだよな。こっちじゃないと困ったりして右に。ここ？どこでもいいよ。でもあんまりやる気はなかった。誰が？店員。うん、悪いけど態度もなかった。っていうか話してる時に時間みんなバカみたいな。鎌倉の許しとかもそこだけだよ。人がこう、なかなかああいう態度を取らないから、そうだ。いや、なんか態度で外から出てて、なんか面倒くささにしてたら見えてるから。うん。見てんやる気なさそう。本当にやる気ねえ。あ、いいけど。チェリーです。うん。あ、閉店の30分前にさ、時間見るバカいるかよ。あれまだ6時半だった。うん。え、全然じゃん。今もう7時ちょっと前から見てた。いや、全然7時になってないよ。え、それと失礼見えた。うん、相当失礼じゃん、この AD ショップは。苦情出したっけ？うん、苦情出すよ。お客様アンケートみたいなやつあんのかな？まあ、相談センターみたいなとこ。まあ、アンケートみたいなやつ出すけど。ねえ、あそこに行きたい。あ、行こう。あとどこでもいいよ。もう早く、まっすぐまっすぐもういいよ。こんなとこ悩むなよ。バス止まってんだから。とりあえずここ通ったから。よしよし。で、ここでちょっと考えよう。え、そこのなんだっけ。まあそこ行ってみようじゃん。遠い？遠くね、なんか。いや、いいよ、遠いよ、これ。うん、これちょっと遠いよ。なんかせっかくだから。ちょっと遠いな。こっちのあれで、ジンジャーマハイキングコースの一つ。さすがにちょっと暗いところでしょ、多分これ。江ノ電か。あそこの町行ってみようよ。腹減ったしな。なんかスーパーねえのかね。ここはいいよ。
あ、そうなんだ。まあ、駅前だしな。普通にスマホいじって歩いてるの怖いと思った。まあそれ偉大で。あ、東京ストアね。はいはいはい。東京ストアね。8時まで。じゃあちょっと見てくるか。ちょっと待ってて。いいよ。